内藤千代子内藤千代子12月9日から1925年3月23日は日本の小説家。雑誌、女学世界に多くの恋愛小説を発表し、女子学生に絶大な人気を誇った。槍ヶ岳に登場した初めての日本人女性でもある。東京府東京市下役下谷西町で、氏族出身の造下帳国師である父広倉と、 母育の長女として生まれる。3歳の時に神奈川県高座郡久げ沼村に移り住み、以後生涯を久げ沼で過ごす。父広倉は関石の素養を持つ教養人であったことから、教育はすべて父の手によって行われ、内藤は学齢期になっても学校に行かせてもらうことはできなかった。その後、生涯にわたって一切学校教育を受けていない。 1908年、雑誌、女学世界の検証、心の日記に応募した、田舎中麻痺の処女日記が3等当選。以後も投稿を続けて注目されるようになる。1911年9月、八単行本、スイートホームを観光。この頃、川岡氏を風に出会い、指導を受ける。川岡と内藤の関係については、詳細がはっきりしておらず。 指定関係であったとも恋人であったとも言われているが、いずれにせよ川岡が毎週区ゲルマの内藤家に通うほど親しい間柄であった。しかし、翌1912年に川岡は脊髄カリエスのため死去。以後も内藤は作品の発表を続けていたが、1919年に読者を観光したのを最後に表舞台に現れることはなくなった。また内藤は、 1915年に槍ヶ岳に登頂している。これは日本人女性初の党派であった。あと、この登山経験を生かして霊園が書かれた。1925年3月23日、結核のため死去。去年31、墓所は、久釘沼の万福寺。2010年、千代子の著作の散逸を防ぐため、藤沢市の郷土研究グループ。 久げ沼を語る会が30年ほど前から収集してきた初期の代表作など計12冊を藤沢市総合市民図書館に寄贈した。樋口一葉の再来とも評され、作品はおしなべて大ベストセラーになったという、読者の中心は若い女性たちであった。しかし後年は暴虐され、文学史からも排除されていた。男女交際の描写や一行などの男子学生文化を、 導入したことは当時としては先鋭的なものであった。ありがとうございます。